ご主人おかえり。え、あたいは誰かって？もう、いつも会ってるのに忘れちゃったの？大事な娘だって可愛がってくれてたのに。その通り。ご主人の飼ってるワンコだよ。ワン！この耳見たらわかるよね。なんかね、気がついたらご主人みたいな体になってたんだ。よくわかんないけど、これでご主人にいつもお世話してもらってるお返し、できるね。疲れたでしょ？膝枕してあげるから、横になって。今までは、帰ってきたらあたいのこと、抱きしめてモフモフってしてくれてたよね。今の体だと、あんまり毛は生えてないけど、見て、尻尾はちゃんとあるんだよ。この尻尾でね、ご主人のお耳を気持ちよくさせてあげたいなって思ったの。なんでって、だってご主人、疲れた時は女の子の声聞いてるでしょ？あたい、耳がいいから、ヘッドホンだけ、あれから聞こえてくる音も聞こえてたんだよ。そしたら、耳かきをするとかなんとか言ってたから、ご主人、女の子に耳かきしてもらいたいんだろうなーって思ったの。だから、ご主人の大好きなモフモフの尻尾で、お耳、気持ちよくさせてあげたいんだ。この尻尾の先で、こちょこちょーってするの、気持ちよさそうでしょ？じゃあ、始めるね。どうかな？気持ちいい？ん？くすぐったい？なら、もっとしちゃうね。こちょこちょご主人、すっごい頭動いちゃってる。そんなに気持ちいいのかな？モフモフを思いっきり感じられて嬉しい？あたいもご主人が楽しんでくれてて嬉しいよ。この体になる前はご主人いっぱいなでなでしてくれたもんね。あれすっごい嬉しかったんだ。他の子はあんまり構われると面倒になっちゃったりするかもしれないけど、あたいはご主人に思いっきりワシャワシャーってしてもらったり、優しく撫でてもらったり、ギューって抱きしめてもらったり、どんな触ってもらい方でも嬉しいんだよ。それは今も一緒だから、あたいの尻尾の感触しっかり楽しんでね。
主人が頭ピクピクって動かすの見てて可愛いな。え、あたいも撫でられるとき耳がピクって動いたりしてた？だってご主人に好きでいてもらえてるんだなって感じられたんだもん。主人、今のあたいのこと好きでいてくれてるかな？体は変わっちゃったけど。大好き？そっか、そっか。ありがとう、ご主人。このぐらいでいいかな。ごめんね、お耳の中いっぱい綺麗にしてあげようと思ったんだけど、あんまり奥まで入れると危ないかもだし、入り口の方をこちょこちょってするぐらいで。体が大きくなって尻尾も大きくなってるからね、ちょっと不便だな。え、その方がまふりがいがある。もう、ご主人ってば。じゃあ、次は左のお耳もするね。いっぱいも振ってね、ご主人。はーい、こちょこちょ。またご主人が気持ちよさそうな顔してる。私もご主人に慣れてもらってる時こういう顔してたのかな。ふしゃーって可愛い顔してたの。それってこういう感じかな。今の顔だと多分変な感じだったよね。主人はいつも聞いてるあの声の女の子が好きなの？あたいの声ってあの人と比べてどうかな？可愛いって思う？ドキドキできる？なんてね、何言ってるんだろうね。ご主人はあの人も好きだけど私のことも好きなんだもんね。
いのことが一番大好き？もう気を使わなくてもいいんだよ、ご主人。別にそのこういう気持ちなんて言うんだろう、よくわかんないけど、ちょっともやっとしちゃったけど、ご主人の一番近くにいられるのは母体なんだもん。だから一番とかそういうのを言ってくれなくてもいいんだよ。あたいはご主人のこと好き、ご主人もあたいを好きでいてくれる、それで十分だもん。それに声だけじゃご主人のこと気持ちよくさせてあげられないし、モフモフもさせてあげられないんだもんね。どうしたのご主人、いきなり立ち上がって。ちょっと痺れてきちゃったけど、もっと膝枕してていいんだよ。頭なでなで。ご主人、気持ちいい。お耳もふもふしたいの？ちょっとくすぐったいよ。さっきのお返しって、別に意地悪で耳かきしたんじゃないのに。コウさん、コウさん、笑いすぎて涙出ちゃうもん。ね、ご主人、あたいの体いきなり変わっちゃって、あたい自身まだよくわかってないし、ご主人も驚いてるだろうけど、あたいとしてはこの体に慣れてよかったなーって思ってるんだ。それでね、これからはあたいもご主人のお手伝いとかさせてもらうから、これからもどうぞよろしくね。